ということで、芋をあげながら、はい、みーちゃんから。今日はトリミングです。はい、まあ普段はコカちゃんとシナちゃんだけなんですが、ちょっとミルクもね一緒に行きたいと思います。はい、次コカちゃん。相変わらずすごい食べんだ、あんた。このお芋は前回の焼き芋フェスで買ったお芋さんですね。まあ冷蔵庫に入ってたからちょっと硬いのかもしれない。はい、しなちゃん、はい、どうぞ。はい、おしまい。はい、おしまいね。おしまい。はい、ということで今日は改めてトリミングに行ってきます。で、ミルクはね普段はトリミング行かないんですけども、ちょっとね今日はコカちゃんたちと一緒にトリミングに行ってきたいと思います。とはいえカットするとかではなくて、普通にねシャンプーしてもらってケアしてもらうって感じなんですけども、ミルクも行きます。はい、ココちゃんとシナちゃんはいつも通り、カットですね。はい、もやります。で、前回トリミングからだいたい3ヶ月ぐらいですね経ちました。だいたい3ヶ月に1回ぐらい今トリミングしてますけども、3ヶ月経つと、まあ、こんな感じで、しなちゃんは特に耳と首元かなが結構毛が伸びてる感じ、あと尻尾、まあ、そのあたりが結構伸びてるなと。で、ココちゃんも耳の周りが結構伸びてるのと、首元、胸元と足のところが毛がね結構伸びてきてますね。最近寝癖みたいなのができた。はい、いいじゃん、かわいいよ。これトリミングしてきます。はい、じゃあまあみんなねトリミング頑張ってください。はい、ただいま帰ってきました。順番に見ていきましょうか。はい、まずミルクちゃんね、まあ、シャンプーと保湿をしてもらいました。寂しかったのかな、なかなかね、なかなか寂しそうでしたね。もう出会った時すごかったね、興奮プリが。すんごい興奮してて、もう飛びつきまくってたね。はい、続いてしなちゃん、こんな感じです。また短く切ってもらいました。ココちゃんもまた短くしてもらいました。はい、という感じで3匹まとめていってみました。はい、いかがでしょうか。かわいいでしょう。みーちゃんはねもうね疲れちゃってね眠いみたいです。はい、という感じです。みんなよく頑張ったね。で、あとはゆっくり休んでください、みんなね。はい、という感じで今回の動画はここで終わろうと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。